あれ薄い薄い、みんな後ろ見て見て、何あれ、ケヤンキ、本当にケヤンキ、薄い、なんかいつもと違うケヤンキがいる、なんだろうの格好、ちょっとなんか怖くなさそうだから聞いてみようかな。ねえねえケヤンキ、ケヤンキ、ちょっとそこのケヤンキ、ちょっと君のことだよ、どうしたの今日はこんな格好しちゃって、なんだろうね、あれどうしたんだろう、いや、いつもみたいにさ、イタジマサムネと一緒にいたんじゃなかったの、違う、今日は違うの、どうしたの、なになに、今日はこのステージにいろんなアイドルのお姉さんたちも来ているから、僕も前からアイドルに憧れていて、もしかしたら仲間に入れてもらえるかもしれないと思ってこんな格好してきちゃったって、これアイドルかな、どうかな、みんなどう思う、どうみんなねえねえケヤンキ、今日はセキュリティウェアなんだよ、そんな変な格好で歩き回ってたら会場にいるたくさんの警備員さんたちに怪しいなって思われちゃうんじゃないかな、大丈夫かなケヤンキあ、そうだそうだ、そんなケヤンキに今日はぴったりのものがあるんだけど、ちょっと待ってて、実はね、今日ダッチャーが戻ってきてくれるまでの少しの間なんだけど、会場にいるみんなと一緒に宮城県の方言のクイズをしようと思っていたんだ、だからねえねえケヤンキー、そんなところにいないで一緒にクイズのお手伝いしてほしいんだけど、どうかな、いい、一緒にやってくれる、はい、よろしくね、こうやってアシスタントをするのもきっとアイドルへの第一歩だよ、可愛いアイドルがアシスタントしてくれたらみんなもクイズやろうかなって思うもんねはい、それじゃあケヤンキーもよろしくね、さあそれじゃあこれからみんなで宮城県の方言クイズしていきたいと思います、ケヤンキーとお姉さんが問題を出すので、分かったお友達は手を挙げてはーいって大きな声でお知らせしてくださいね、そして正解したお友達にはプレゼントがあるよ、はい、これダッチャーのテーマ曲の CD です、これをプレゼントするからみんな頑張って答えてくださいね、そしてもしもクイズ答えてくれたけど残念ながら外れてしまったりとか、あとはちょっと緊張して答え言えなくなっちゃったお友達も大丈夫だよ、ケヤンキーとお姉さんから特別賞用意してるから、みんな間違っても大丈夫だから、いっぱい手挙げて考えて答えてみてくださいね、よろしくね、さあそれでは早速クイズやってみたいと思います、みんな準備はいいかな、大丈夫はい、じゃあケヤンキーも準備 OK かな、 OK、 はい、さあそれじゃあ第1問目いきましょう、1問目はこれです、はい、おしょすい、さあみんなこれは聞いたことあるよね、ケヤンキーいつもおしょすいおしょすいって言ってるよね、あれケヤンキーもしかして本当は今日の格好もおしょすいと思ってるのかなもうしょうがないな、さあそんなケヤンキーどう思ってるのかな、おしょすいってどう思っているんだろう、さあそれじゃあ意味が分かる友達手を挙げて教えてくださいね、じゃあケヤンキーお友達連れてきてくれるかな、わからないお友達もお家の方にちょっとヒント聞いてみてね、さあどんなお友達が来てくれるでしょうか、はい、じゃあステージの前まで、あ、ステージまでです、上がってきてくださいね、はい、こんにちは、こんにちは、はい、じゃあまずはみんなにお名前を教えてください、かなえちゃん、かなえちゃんね、はい、じゃあかなえちゃん、おしょうすいの意味教えてください、恥ずかしいです、恥ずかしいじゃあ聞いてみようね、ケヤンキー恥ずかしいだって、どうかな、はい、そうです、大正解、じゃあケヤンキーからプレゼントもらってね、はい、ケヤンキープレゼントおめでとうございます、さあ気をつけてお席に戻ってくださいね、そう大正解でした、おしょすいっていうのは恥ずかしいっていう意味なんだよ、
ヤンキーも今日はちょっとおすすいね、なんだかこんな格好しちゃってね。はい、それじゃあ第2問いきましょう。第2問目はこれです。はい、いいよ、大丈夫、みんな見えてるから大丈夫だよ。はい、見えないから見せてあげてちゃんと。はい、今度の問題はマーボーイです。さあ、マーボーイ知ってるかな、使ったことある友達いるかな、手挙げて教えてくださいね。さあ、じゃあ手挙げお友達連れてきてくださいね。さあ、今度はどんなお友達が来てくれるかな。みんないっぱい手挙げて手挙げに見えるようにね。はい、あ、今度はどこの子が来てくれるのかな。はい、それじゃあステージまで上がってきてくださいね。今度は他のお友達のところにも行くから、みんな次のクイズ考えておいてね。はい、こんにちは。それじゃあまずはお名前教えてください。マークです。マーク、マーク。はい、かわいいお友達ですね。じゃあマーボーイの意味教えてください。かっこいい。かっこいい、かっこいい。ヤンキーはかっこいい。ヤンキーがかっこいい。かっこいい、ほんと優しいね。よかったね、ケヤンキー。あ、そうそう、ケヤンキー喜んで丸出してくれましたね。そうそう、じゃあ大正解だったのでプレゼントね、ケヤンキーからもらってくださいね。はい、こっちだよ。はい、おめでとうございます。じゃあ気をつけてお席戻ってくださいね。はい、マーボーイはかっこいいっていう意味なんだよ。ね、今答えてくれたお友達もとってもマボかったよね。そうそう、マボーイといえばやっぱりみんなが応援してくれてるダッチャーだよね。今日のケヤンキーはお姉さんはちょっとマボーイのは違うと思うな。残念でした。はい、さあ、それじゃあ次の問題いきましょうか。第3問です。次はこれです。あれ、ケヤンキー逆逆。ちゃんとお友達分かるように見せてあげてね。ケヤンキーじゃなくてこっちのボードが逆なんだけど。ねえ、ケヤンキーこっちこっち。はい、みんなに分かるように見せてあげてね。今度の問題は室内です。室内、さあこれはみんな結構聞いたことあるかもしれないね。室内、どういう時に、どうしたんだケヤンキー。ケヤンキーも室内ね、なんだかどうしたんだろうね。さあ、室内に分かる友達手を挙げて教えてくださいね。じゃあケヤンキーまたお友達来てください。はい、なんだか風がとっても強くなってきたね。さあ、そんな風にも負けない元気なお友達連れてきてくださいね。はい、じゃあステージまで上がってきてください。こんにちは。こんにちは。じゃあまずはお名前を教えてください。はるめちゃん。はい、じゃあ静内です。問題は静内の意味教えてください。うるさい。うるさい、そうだよね。ケヤンキー今なんだかうるさかったよね。ね、優しいからうるさいよって言わないで来てくれてるみたいだけど。さあ、うるさいどうですか、ケヤンキー。はい、そうです、大正解でした。じゃあプレゼント受け取ってくださいね。はい、どうもありがとう。さあ、気をつけてお席まで戻ってください。はい、今日のお友達とっても正解率が高いですね。みんな方言知ってるんだね。静内はうるさいっていう意味なんだよ。みんな使ったことあるかな。あ、そうそう、そういえばあのヤンダー軍団のイタチマサムね、いつも出てくるときにダッチャーダッチャー静内語だって言ってるの、みんな聞いたことあるよね。でもさ、やっぱりいつもダッチャーの邪魔ばっかりしてるし、お姉さんはあのイタチマサムネの方が静内って思うんだよね。みんなそう思うよね。ふざけるな。ヤンキーも思ってる。静内のはダッチャーの方だぞ。ちょっと思ってる。あれ、なんか今聞こえた。あ、見て、みんな大変。静内。
みんな今度こそ危ないかもしれない。ちょっと気をつけて。